本当にあった呪いのビデオシリーズも今回で10本目を数えることとなった。今回はまず家庭用ビデオカメラが発売されて間もない頃に撮られた映像をご覧いただこう。撮影者であるこの男の子の両親は成長記録のための撮影を楽しみにしていたという。しかし不気味な声とともに画面左側に現れる老人がお分かりいただけたと思う。実はこの老人はここに映る男の子の祖父だというのだが、この撮影より2年前に癌で死亡していたそうだ。